Hello, this is トントントレイ。今日は久しぶりの動画、結構短いと思いますけど、オランダの桜が見えるところに来ました。オランダとね、日本ってね、結構協定結んでて、これはね、日本から送られた桜、今の時期いっぱい咲いてるんですよ。風が冷たいんだけどね。はい、でこれオランダの事情的な、ね、お話です。先日発表があって、100人以上集まるようなところは4月6日までとりあえず禁止、あと学校も禁止、飲食店も禁止になってるので、基本的には自宅待機なんですけど、イタリアとかスペインとか、あとフランスとかと違ってね、外出禁止にはなってないので、一応外には出歩けるんですけど、ちょっとね、飲食店やってないので、もう学校もね、学校もないから、学校の指示が来てるので、家でこういうふうにやらせてくださいみたいな。いや、基本的に家で勉強させて、食事、外食が基本的にない、お持ち帰り以外で、ね、できないので、街は結構静かです。ただスーパーに人がいっぱいいて、食料をなるべく確保してみたいな、ちょっとねストレスが溜まりつつあったので、外出禁止になってないから、ちょっとね、今のうちに見てこようと思って見てます。オランダでも元気でやってます。ただね、オランダおよびヨーロッパに入るのを今禁止してるみたいなんで、日本ないし他の国の方が来ることはビザ持ってない限りできないと。あと医療関係者とか公的機関の政府の関係とか研究関連の方以外だ、基本的には入れない。だ、僕が仮に日本行ったら、今度日本側で、ヨーロッパ行ってた人は14日監禁っていうことになるので、ちょっとね、今回の帰国難しくなるかもしれないねっていう現状報告でした。まあそんなところでね、桜見に来たよっていう久しぶりの動画、たまには更新しとかないとねと思って、みんな家族は元気にやってます。皆さんも元気に安全に過ごしてください。多分お店はまだやってるから、こっちほどストレスはないのかななんて思いながら、ちょっとね、いろいろ大変だけど、みんな頑張っていきましょうね。ということで、バイバイ。